人は生まれて生きて死ぬ、これだけで大したもんだ。で何、死ぬ前に家族に何か残そうとすんの？俺たちも分かんないな。ライフプランナーバリュー、ソニー生命。なんだっけ、ライフプランナーって人様の人生を設計するってことだろ。大層立派だけどさ、本気で人のために働きたいやつなんかいんの？ライフプランナーバリュー、ソニー生命。テスト、よーさあ。人は生まれて生きて死ぬ、これだけで大したもんだ。で、何、死ぬ前に家族に何か残そうとすんの？スタ、なんだっけ、ライフプランナーって人様の人生を設計するってことだろ。まあ、一つのコンセプトが今回本音で、話をできる人がライフプランナーですよっていう、要は向こうも真剣に向き合ってくれますよっていうようなことが、まあ、コンセプトにしようっていうのは大体固まってて、ソニー生命さんとして日本の生命保険の在り方に対して、まあ、一石を投じたいっていうふうに、こう言われて、じゃあ誰が今の日本でこう本音を言って、それが本音のまま届くだろうって考えた時に、浮かんだのがたけしさんで、目線はここじゃなくてもここで大丈夫？そうですね、ここなら大丈夫。こっち見て、そうですね、戻ったら、はい、人が生きていくことは大変なのか簡単なのか分かんない。本当まだ分かんないよ。愛する方がいいよ、愛されてる人は大変なことになる。たけしさんが持ってる言葉をメインに据えながら企画をしてったので、きついことを言ってるんですけども、その裏にちゃんとその希望というか優しさというか思いやりがあるっていうことが、まあ、どっかに潜ませたかったので、そのバランスは結構すごくこう気を使うんですよね。死ぬのが怖いなんてさ、ちゃんと生きてない証拠だと俺ら思うよ。できることやることやってたらさ、それで満足でしょ。言っていいことと悪いことはあるけども、今回のCM はなんかやたら気楽で、なんか本音を、俺の本音を間違えてんじゃないかと思うぐらい気楽にできて大丈夫かなと思うんですけど、まあなんか今回は自分で役者の練習してるようで、かなり下手するとこっちがお金払わなきゃいけないのかなというような感じもしないでもなかったですけど、変わった会社でございますね、ここは。人生に幸せなんて求めること自体勘違いなんだよ。どうせみんな死ぬんだし、生きてるうちに辛い思いをしようって俺ら思ってる。ライフプランナーバリュー、ソニー生命。